はい。はい。いただきまーす。はい。一生幸せになれません。無理。街だ、今歩きんでしょ。それ誰も歩きたくなくなる街だからだよ。誰が歩きたくなるの？損するだけじゃん、外歩いても。家にいても子供っぽい大人がいっぱいいるし、教育の敗北だ。見られない。本当じゃん。全部事実じゃん。青森で何やってたの？最悪だと思う。店長さんもが全部させられたことだけは事実だね、このバカ野郎。どうでもいい。興味ない。未来がない。ちょっと。酒飲んでてこれなの。何も飲んでなくてこれなの。あ、缶一本飲んだんだ。250ml があるわ。そんな積もったの、うん、そんな詰め込んだの、そ屋根の分全部持ったんじゃない？多分な、してないでな。だんだん重機で山作ったわけだな。意味ないじゃん、うん、はい、そのなんでトラックまで頼まなかったの？わかんない、私は業者じゃないし、ね、業者は業者で運べって言われただけだったの。そこわかんない、下ろせって喋られたんじゃない？降ろした後の計画なかったってことなんだ。あっこはあのあれ電柱とかあるとこ、自分たちがあの重機入れたんで余計だもん、うん、帰れたっけ、うん、たのそれをあの山作ったんじゃない？それもまとめて山にしちゃったの？多分な、わかんないよ、見てないから。ベランダも駐車場も何も変わってないの？何も変わってない。意味ないじゃん、うん、駐車場だとやる相手ね。や、屋根だけって言われたの、うん、屋根と、うん、設備、屋根の設備。何日もかけてやるわけじゃないの、今日だけなの、うん、でも午後から作業してよ、うん、午後1時くらい、何も午前いなかったんって感じで、1時から4時までで、うん、ごちそうさまでした。